何屋さん NFT、そうですね、まあ、うん、説明できねえじゃねえかよ説明できねえじゃん。いくら儲かるって、それにちょっとこっそりこっそりマジですげえ、腕はいいよ腕はいいよ僕らゲームもありますけど、1位の人は4万円と5万円ぐらい稼いでました。2002年にテレビ東京に入社しまして、バラエティ番組と音楽番組をずっと担当してまして、高橋ひろきさんの3つ先輩に当たりますね、はい、僕あのテレ東史上稀に見る円満退社で。なんで熊さんはそうならなかったんですか。お話聞いた時にはもう修復ができないぐらいこじれてたっていうのはありますねスタートアップワールドカップ日本代表に選ばれた、はい、ゲームと報酬をうまく使って行動変容を促して課題解決する電柱の点検を陣取り合戦ゲームイングレスみたいなものを模範に取って、そこの陣を取るときにインフラの写真を撮る。この写真が今回の場合は東京電力さんが点検のために使う。仮想通貨周りが必須ではないのであればそこを切り離した方がむしろクリーンな会社に見えるかもしれないなと。ブロックチェーンの根本は人のお金への欲望をうまく使おうってことです。 NFT とかババ抜きでしかないし、損失を誰かに押し付けて逃げて金儲けをするゲームじゃないですか。ただ今のロジックは例えばマイクロソフト社とかアップル社が売れる前に株を買ってた人も、あ、違います、株は違います。株は配当が出続けるので一緒にしないでください。これを一緒にするのは僕詐欺師だと思うのでこれやめた方がいいですよ。であれば約束。今はですね、ガツッと撮って2本に上げて撮ってるんですけど、ちょっと今回ショートで若手リーダー2本撮ってみるということで新しい試みなんですけど、すいません、ちょっと新しい試みなんですけど、これちょっと今週の放送のオフライン本当に間に合ってなくてちょっと今日 MC できないんで、さっき出ました、あとさんに来てもらいました。はい、よろしくお願いします。すごい、はい、ひどい、ひどい、ね、今日の午後3時くらいに突然メッセージが来て、はい、今日の夜予定何ですかって突然言われてこんな感じなんだっていうのは本当に、ね、びっくりしましたが、ちょっとやらせていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まず趣旨説明ということで、この番組は、日本や世界の根本的な問題に新しい視点を提供し再定義する雑談番組です。で、私7月に東京都知事選出ておりまして、結果ですね、就職活動に失敗し暇であるということを高橋さんに見抜かれていたのでここに来ておりますが、今回は日本の若者のリーダーというテーマで議論していければと思います。で、第1回となる今回はスタートアップ編と研究者編を2つ取るんですけど、その中で今回スタートアップ編ということで、山田光三さんに来ていただいております。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。じゃあまずちょっと順番にご挨拶および自己紹介できればと思います。まずはひろゆきさん来ていただいてます。あ、はい、よろしくお願いします。で、今回の、ゲストであるデジタルエンターテインメントアセット CEO の山田光三さんです。はい、山田です。よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、あとは最後、ボビー・オロゴンさんです。よろしくお願いします。お願いします。モスモス絵面がすごいな。すごいですよね。じゃあ山田さん、簡単にまず自己紹介をお願いしてもいいですか。はい、はい、よろしくお願いします。私2002年にテレビ東京に入社しまして、はい、バラエティ番組と音楽番組をずっと担当してまして、はいはい、高橋ひろきさんの3つ先輩にあたりますね。はいはいはい、はい、最初に彼にその編集ソフトこんな風に使うんやでみたいなのをちょっとこう講習で教えたみたいなことも先輩後輩でありました。はい、あ、なるほど。で、僕の方が先に、テレ東2017年いっぱいで辞めまして、うん、その後ブロックチェーンと NFT の、ゲームプラットフォームというところで今ゲームを使った課題解決みたいなことをやっているというところでございます。で、安野様は初めてなんですけども、昔
音楽番組、ジャニーズジュニアとかの番組もあったので、はい、ボビーさんとはあのジュニアのメンバーと鬼ごっこしたりして、ああります、あります、はい、ご無沙汰してる、はい、ご無沙汰、明治大学かなんかで、はい、ああそうそう、はい、覚えてる、はい、追いかけっこしたなという、楽しそう、はい、あとはあのあれですね、あのテレビ東京時代はドリームクリエイターというニコニコ動画連動の番組立ち上げておりまして、あのニコニコ動画、はい。あのインターネットが、まあ、起こってきた時にテレビ側としてすごくこう興味があって、あの番組立ち上げるのに成功しまして、あの当時、まあ、ひろゆきさんのご出演はかなわなかったですが、あの夏野さんとか、あの、はい、ニコニコの当時のニコニコ動画の社長様とかも番組出ていただいたりとかですね、はい、ニコニコ超会議2回目ぐらいかな、ひろゆきさんがなんかひげおやじさんとなんかされてるところの横で、あ、ひろゆきさんだって聞いてたりとか、そういう感じで近くにはいらっしゃったんですね。そうですね、はい、はい、あのリハックマこと高橋さんはその新入社員の時からやっぱちょっと頭おかしな感じだったんですか？あ、でもあの3人あの男子がいたんですけど、あの全然当時は普通っぽい、当時は普通だった、はい、はい、で数年経って気づいてこうキャラが出始めたらもうおかしくなってたって感じ、だんだんヤバくなってったんです。そうですね、はい、そうなんだ、数年で出ていくんですね。そうですね、はい、山田さんもテレビ東京居続けてもいいわけじゃないですか。そのなんかうさんくさい IT 業界に行く理由は何だったのか。そうですね、クマさんの場合もクビになったってすごい分かりやすい理由があるんですけど僕あのテレ東史上まれに見る円満退社で、あの、まあ、あ、つまり佐久間さんも円満退社ではないと。あ、いやいや、佐久間さんが僕の後の、 あの円満退社ですね。佐久間さんは僕の、はい、3つ上なんですけど、あの僕より後にあの辞めた形で、で僕はあの、まあ、ニコニコ動画に手を出したのがきっかけで、あの結構その稼げるプロデューサーになれたんですね。ネットが分かるあのディレクターというかプロデューサー、当時ニコニコの時はあの、はい、僕自身も生主として半年間毎日配信するとか。生主もやってたんですか？もうやあの、それで番組の構成会議とかをユーザーさんと一緒にやるとか、なんかちょっとじゃあ出役もやられてたんですか？そうですね、ダオっぽいというか、ね、当時やってたんですけど、そういうことしてたあのノウハウが分かってきたんで、あの当時そのアベマさん、LINE さん含めてこうどんどんネット系メディアが、しかもプロクオリティのものを作ろうっていうのが立ち上がるときにかなりお仕事が取れので、あのすごくこう、すごくこう、こう稼げてたんですよね。テレビ東京に案件を持ってこれてたので、で悔しくなっちゃってですね、うん、なんでテレ東にばっかり見過ぎてるんだろう俺はっていう、で調子乗って2017年いっぱいで、その時あの継続してた番組2つ僕持ってたんですけど、まあ辞めたらテレビ東京が非常にあったかくそのまま続けてくれと業務委託で、これが今佐久間さんがやってるモデルですね、うんうん、一番いいやり方ですね。そうそうそう、はい、はい、確かでも佐久間さんもテレビ東京の番組やりながら辞めてますもんね。そうなんですよ、あれがだから、まあ、偉そうなことをそんな言えるスケールではないんですけど、あの僕で前例がある感じですね。へ、じゃあなんで久間さんはそうならなかったんですか？久間さんはあの僕にそのお話聞いた時にはもう修復ができないぐらいこじれてたっていうのはありますね。よくあるよくあるよくある、もっと早く言ってよっていう。僕結構その円満に、ね、やるやり方なんかいろいろ教えられたのにって思ったんですけど、はい、聞いた時には手遅れだったと。そうなんですよ。なるほど。もともと制作系だったと思うんですけど、割と今なんかその IT 系 NFT とかその DAO だったりっていうなんか仮想通貨系に行っちゃったんですか？そこはなんでまた？あ、はい、あのテレビ東京時代から、まあ、ニコニコ動画もあの結構テックが好きでというか、まあ、当時で言うと僕音楽番組から見たあのボーカロイドのカルチャーがすごい好きで、あの勝手にあのクリプトンフューチャーメディアの社長様に北海道に会社に秘密で会いに行ったりとか、なんかそういう感じでやってたんですけど、あの テック×あのエンタメっていうのはまあずっとテーマで、で、まあ、テレ東を辞めた後も、まあ、当時で言うとだから2018年 VR 使った子どもの学習のビジネスやろうとしてみたりとか、
あと小型人工衛星のプロジェクトとかもちょっとやってみたりとか。じゃあ VR 人工衛星 NFT みたいな感じで。そうですね、ブロックチェーンもそのまあ一つで、まあ、テックだなと。でやっぱり権利関係をクリアに配分できるっていう、こう殺し文句にやられたですね。やっぱりあのテレビ番組ってみんなでグワって作って手柄総取りするみたいな感じなんですよ。なるほどなるほど。なんかあの、まあ、総合芸術というか、当然照明さん、音声さん、 AD さん、ドライバーさん、まあ、ありとあらゆる人たちで、まあ、作る、まあ、これは映画でも何でもそうですけど、でもなんかこうエンドロールのこう自己満足だけみたいなんで、こうお金がもらえたりすることないじゃないですか。その確かなんというか、はいはいはい、照明さんすごく良い感じで照らせたから、うん、お前ちょっとこう、うん、あのもうちょっといいお金が得られるかというとそうではないないので、まあ、まあそんなこと全部処理するの無理だから当然しょうがねえなっていうのはまああるんですけど、まあその僕から見たブロックチェーン NFT っていうのはそういう要素をまあある程度こう勝手に自動的にやってくれるから、もっとこう分け前に預かれる世界が来るんじゃないかっていうのはちょっと思って。でも NFT 配ってやるとしても最初の段階でこの仕事やったらこれだけあげるよって話だから、頑張らなくてもらったものは手元に残っちゃうわけだから、そこは頑張った人が評価されるとは、まあ、結局解決しないんじゃないですか。そうですね、そこは組み方次第なんですけど、僕がその2020年からやってる、ゲームプラットフォームではクリエイターさんとまあ契約して、設定したやつに関してはいわゆるこうゲームアイテムとかも二次売買三次売買含めて決まったやつがまあ戻り続ける。ただひろゆきさんおっしゃる通り、そこで決めてなければあのダメなんですけど、まあ、あの補足的なアプローチとしては、要は例えばその自由に使えるお金みたいなのをスマートコントラクト上というか自動的にどっかのお財布に入るようにしといて、うん、後から貢献度を議論して分けるみたいなことだって理論上はできる。やってないですけどね、うん、まだやれてないですけど理論上はできる、うんみたいな。なんか議論してお金配ればいいよねだったら別に既存の円を使ったことでもできるじゃないですか。できます。儲かった会社がボーナス出すよ、じゃあ誰が一番貢献してんのっていう。だからそこが結局めんどくさいからやらないっていうのであれば円でやってる時代と変わんないわけだから、なんか何も変わってないんじゃないかなと思ったんですけど。結構まあそこを自動化できるっていうのがまあ理想ですよね、うん、あのまあ、特に僕音楽番組で音楽でいうとすごくシンプルなのは、あの作詞家さん作曲家さんがむちゃくちゃこうしっかりとした権利として配分も含めて、まあ、決められて守られていると、うん、まあ、カラオケ印税とかも自動的にまず入るのは作詞家さん作曲家さんなんですけど、うん、まあ、時代が進んで今やその当然ですけどアレンジャーさんとか、あ、音楽が売れるためには、まあ、パフォーマーさんのダンスとかそれの振り付けを作る振り付け師コレオグラファーさんとか、うん、まああと MV 動画誌とか全部の力で音楽が売れるっていうののはずなんですけど、なんで、まあ、今日現在に至ってもなおその作詞作曲の人をしっかり守る形になってるかっていうと、やった方がいいんだけどめんどくさいからなんですよね。めんどくさいっていうのは別に悪気があるわけじゃなくて、音楽の権利調べるの大変なんで、ジャスラックとかそういう団体がある意味血眼になって警察のようにこう調べ上げてお金を徴収して権利者に渡してるんですけど、まあ、その作詞作曲ぐらいしかやっぱり守れないっていう、これはつまり手作業でやる形っていうのがやっぱりどうしてもその面倒くささとの釣り合いっていうことになるんですけど、あのまだできてないんですけど、まあ、その NFT とかブロックチェーンスマートコントラクト、要はそういうところをまあできるだけ分割しといて自動化しようぜっていう動きっていうのはまあ理論上はできる。ちゃんとやれてるプロジェクトはまあそんなにないですけど、理論上はできるので、まあここから未来に向けてブロックチェーンとスマートコントラクトがあるから、より些細な貢献度ももう見逃さないことにして評価していこうぜっていう流れにはなる。今のままだとルールがそうなってるし面倒くさいからいいじゃんってずっとそうなって続いちゃうんですよね。ちょっとあの素人的な質問なんですけど、うん、その今契約でいろいろ決めてるっていう話と、はい、スマートコントラクトを使って その何でしょう、取り決めのプロセスっていうのがなくすことができるんですか。なんでその今面倒くさいものが面倒くさくなくなるのかをもうちょっと知りたいなと。はい、ひろゆきさんのご指摘の通り、それは最初に決めて おかないとダメだし、逆に言うと最初に決めておけばその配分業務っていうのがまあ自動化されうるっていうことですね。
何屋さん？何屋さんなのかな。何屋さんかね、エンタメ屋さんですね。エンタメ屋さん。演歌？エンタ。エンタ。エンターテイメント屋さん。演歌もむちゃくちゃ担当してましたけど。店出してんの？エンタメ屋さんの。エンタメ屋さんの店はそうですね。あのウェブ上で、まあ、あるいはアプリゲームとして。おい、舐めてんのか。だって店出してるって言ってるのにウェブ上なんか店出せねえだろ。店ね、でも、まあ、あの実際その今やられてる会社っていうのはどこで売り上げが上がっている会社なんですか。今あのゲームアイテム NFT の販売と。え、 NFT はコインになる前でしょ。 NFT は、まあ、いわゆるゲームアイテムですね。あのデジタルデータ。グッズってこと。グッズ、まあ、デジタルグッズですね。存在してないグッズ。な、何がない。存在してない。存在してない。存在してない。おい、やばくねこれ。存在してないだろ。存在してないものはみんな売ってるじゃないですか。ボビーさんだって売ってると思う。多分何か存在してないもの。布団なんか売ってねえよ。存在してないもの売ってるっけ。売ってねえよ。売ってねえ。どういうこと。売ってないか。ボビーさんってなんかビジネスは割と見てると思うんですけど、仮想通貨周りとかは全然手出さなかったんですか。ボビーさんってビットコインとか全部やってるよ。やってんのか。全部やってる。でも NFT は説明しないと見てる人分かんないと思うの。はい、確かに。だから今までの説明を何屋さんしか浮かばないわけ。俺は分かるよ。でも見てる人はこの詳しい説明を一体どこに結びつく。ボビーさん真っ当だな。どうどうどう結びつける。そうそう。多分そう言ってること正しい。そうですよね。そうなの。そうですよね。そうなの。NFT って何ですかっていうとこから行かないといけないっていう。そうなの、そうなの。いや、あの、僕もテレビ屋としてはそうなんですけど、まあ、このメンバーなんでもう。どんなメンバーよ。どんなメンバー。俺は分かるよ、分かるよ。はい。でも意外と、みんな分からない。もちろんそうですよね。仮想通貨って言ったら分かるよ。うん。でも、NFT はその一個前だから、どう語ってくれる。ずっと待ってた。NFT、そうですね。まあ、説明できないじゃねえかよ。説明できないじゃん。これなんだよ。これなんだよ。近くだよ。近くだよ。あのね、これ僕ね、結構ボビーさん正しい気がしてて、なんかテーマとして、そのなんか、日本の若者のリーダー論みたいな話をしたけど、結局、分かってる人だけ分かればいい話を僕らはしちゃったじゃないですか、ボビーさん以外。そうですね。そう。でも、大多数の人は、何言ってんだ、これ、何の話だ、ついてこれない、そんなやつがリーダーになれるわけないじゃないですか。なので、あの、安野さんも僕も山田さんもリーダーの資格はない。ボビーさんに一番資格がある。完全にそうでした。グッズって言ったら分からないわけよ。いや、本当にそうですね。実際、仮想の土地もあるんだから、仮想不動産、今あるわけだから。それでも何億で売買してるわけ。見てる人は一切絶対分からないはずよ。だからジャスラックはみんなある程度分かってるじゃないですか。で、ジャスラックがやってることと同じようなのをデジタルでやりたいと言ってて、でも実際やれてない人です。じゃあジャスラックでいいじゃん。で、社会を変えるんだったら、その、どれだけやることがすごいんだとか、こんなことができます。で、何をやるのかが、もっと普通の人に分かんなきゃいけないのに、それをすっ飛ばしてるっていうのが、やっぱりなんかちょっと Web3.0 なんか 3.0 系のうさんくささに通じるかなと思ったんですけど。うんうん、今、あれなんですよね。僕、そのゲームと報酬をうまく使って、まあ、行動変容を促して、課題解決するっていうのをまあ主事業にしていて、はい、まあ、今回もなんかなんだろう、スタートアップ のショーみたいなんで、なんかこれですよね、はい、スタートアップワールドカップ、ワールドカップスタートアップで、まあ、あの日本代表に選ばれてたっていう、はい、数日前にその大会があって、東京予選っていうところで11社、そのさらに分母でいうと200数十社みたいなところで、はい、まあ一番に評価していただいた、その内容は NFT や、そうですね、NFT や優勝しました。日本で優勝で、まあ、まさに本当ご指摘の通りで、NFT やブロックチェーンの話は3分半の僕そのプレゼンの中ではほぼというかしなかった、うんうん、何を喋ったかっていうと、ゲームエンターテインメントを使って、まあ、北風と太陽でいう太陽みたいな形で人を動かして
課題解決しよう。具体的に言うと、電柱の点検を陣取り合戦ゲーム、イングレスみたいなものを模範にとって、みんながこう競い合って陣を取る。そこの陣を取るときにインフラの写真を撮る。その写真が、今回の場合は東京電力さんが点検のために使う。まあ、本来で言うとそこの全部に東京電力さんの社員や作業員が行って写真撮んないといけないんですけど、陣取りゲームを街でやってる人たちが夢中になってやってる間に集まってきた写真っていうので、実際にあの点検のためにもう活用されていて、例えばカラスの巣、鶴とかツタみたいなものの、対象の優先順位の高いやつからもうすでに対処が行われてるっていうプレゼンをしたんですね。じゃあプレイヤーの方はみんな街中の電線を取っていくってこと、電柱を取っていくってこと。そうそうですね。まあ、今は、まだサービス開始して、まだそれも実証フェーズっていうことで4月から始まったばっかりで、8月から東京でやっと始まるって感じなんですけども、その事例をまあ紹介して、みんながあれですね、遊びながらそういった何でしょう、課題の解決というか、まあ、この場合インフラの点検とか電力の安定供給に協力できるんだ、すごいね、まあ、そこに僕はだからひろゆきさんの嫌いなその仮想通貨で報酬を与えちゃうっていうのをやってるんですね。ただ、まあ、ここはその、まあ、あんまりエッセンシャルじゃないというか、今のところユーザー望めばアマゾンギフト券でももらえる形で、仮想通貨じゃなくても別にでもいいんですよ。だから、まあ、皆さんおっしゃるそれって Web3 とかブロックチェーン使う意味もありますっていうと、この、今日本でやってる範疇においてはあんまりそこは必要ないので、マストではないので、まあ、プレゼンでも入れなかったって感じですね。はい、ただこれを世界規模のスケールにするときには、まあ、その現金法定通貨でやるよりは仮想通貨の方がストレスが少ないという可能性はあるっていう話ですね。NFT はさらにもっと補助的に使ってはいるんですけど、要素としてはあんまり重要ではないので、今回の3分半 のプレゼンテーションの中には入れなかったって感じです。はい、ボビーさんどうですか今のお話聞いて。分かりやすい分かりやすい、でも、一つ理解できないのは、みんな夢中になって全部の電柱取り終わったらその後仕事終わるんじゃないか。そう、それで終わりなんですよ。その後は普通のゲームに戻る感じです。はあ、で今あれしてるのは、実は電柱だけじゃなくていいじゃん と、例えば木、樹木も実は点検が必要だったりもするんですね。昔原宿とか渋谷でなんかこう折れて車の上にドーンってこう落ちてってあったのを覚えてらっしゃいます。なんかそういうことにならないように、まあ、点検をやはりしないといけないとか、あとは街の中って結構調べた方がいいことって結構いろいろあるので、そういうものをどんどん調べてもらうっていう、地図の情報をアップデートするために EV スポットがここにできてるとか、そういう情報を報告するとか、これ僕が始めたわけではなく、その行政 のサービスとしてもアプリやウェブでもうあるんですね。通報システムですね、いわゆるこうこんなこと、ここのガードレール壊れてるよとか、そういうのはあるんですけど、そこにゲーム性と、まあ、報酬、普通の今行政で採用されているやつは特に報酬はないはずです。まあまあいろいろなサービスがあるんであるやつもあるかもしれないですけど、基本的には報酬はなくて市民の善意でその届ける。僕のやつはそのゲームに一応なっていて、取り合ったりするんですよね、その3チームで。やっぱり気になるのはそのインセンティブがある、そのお金、アマゾンギフトカードがもらえるってことだと思うんですけど、ぶっちゃけどれくらい儲かるんですか。これももうテストです。とりあえずひろゆきさんは本当よくご存知だと思うんですけど、もうなんていうんですか、金が金を洗うみたいなバブルの時代が 2,3 年あって、仮想通貨とか NFT でかけといたらもうむやみやたらに年利でいうと 2000% 3000% みたいな 2000% もあるんですかっていう時代があったんですよ。それで仮想通貨に詳しい方々はそのパーセントでもう頭がもう話してるんで、そういう方々はちょっともう一回こう僕はちょっと置いといてもらって、今回の僕らのテストで言うと、電柱をまあエリアとか期間で区切ってるんですけど、特定エリアの2週間のやつで頑張って取った1位の人は4万円か5万円ぐらい稼いでました。まあそれもだから時給換算したら普通のバイトするより
どうなんだみたいな議論はやっぱあるんですけど、まあ、ここはまあ狙いでありずるいとこなんですけど、ゲームとしても楽しみながら貢献して時に褒めてもらいながらお金ももらえるみたいな感じ、なるほどなるほど、感じですね。いいですね。なんかあの渋谷のマンホールの写真撮って仮想通貨配ってたプロジェクトとは別ですか？別です。鉄痕さんっていうマンホールからスタートして結果電柱にも広げられてらっしゃる鉄痕さんっていうのは別のプロジェクトですし、あとまあ植物の写真を撮ってみんなで集合地でそれを教え合ったり報酬を回すっていうバイオームっていうのがあったりとか、まあ結構その同じようなコンセプトのものっていうのはまあいろいろある。で、僕らがちょっと独自性があるとすると、まあがっつりゲームになってるんですね。本当に陣取り合戦になっていて、テストでやった群馬県前橋では3つの大学が対抗戦をするっていうのをちょっとまあテレビマンとして企画して、はいはいはい、群馬大学、前橋工科大学、共愛学院っていうところが 3社がこうちょっと箱根駅伝みたいな感じで、まあ、狙い通り群馬大学は前橋工科大のことを俺たち国立だしなみたいな感じでちょっと煽り合うみたいなのもまあちょっと取らせていただいて、で、まあ、楽しくプレイするみたいなこともやりました。そういったゲーム性で盛り上がれるっていうのが、うん、オリジナリティだっていうのでやってますね。うん、ゲーム性で盛り上がれるっていうのはすごい分かって、私も実は都知事選で、はい、あれあれそうですよ、1万4000箇所、うん、東京都に掲示板があってですね、はい、そこに自分のポスターを貼らないといけなかったんですよ。でも私って完全に個人で都知事選出てて、組織のバックグラウンドなければ業者に頼むと1000万円くらいかかるので、それも頼めないってなった時に、私がやったのってちょっとゲームっぽい感じで、今どこに貼られててどこが貼られてなくて、あと残り何パーセントかっていうのを可視化しながら、うん、ボランティアの方に手分けして貼ってもらったんですよね。うん、でそれがすごいゲームみたいで楽しかったっていう声をめちゃくちゃいただいたんで、うん、なんかそうやって実際の地図の上に陣取り合戦みたいにすると興奮する人たちっていうのが、はい、塗り残しがあると言っているっていうのが気持ち悪いから言ってやりたくなっちゃうみたいな感じですね。のはすごい私も感じました、うんうん、ただその庵野さんのポスターにしろ、別にその仮想通貨という報酬がなくてもやったわけじゃないですか。おっしゃる通りですね。でまあ、最近はそのマイニングとかでお金が出るからマイニングやりますっていう人いっぱいいるんですけど、その前ってUD っていうプロジェクトだったり、セチっていうプロジェクトだったり、そのコンピューター資源を使って宇宙人探そうとか、タンパク質を解き放そうみたいな、別になんか電気代食うけど何のメリットもないよねっていうのを結構頑張ってる人たちって一部いて、だからそこなんかゲーミフィケーション自体はもう昔から証明されてて、仮想通貨なしでも回ってたから、別に仮想通貨なくてもいいんじゃねえのって思うんですけど。うんうんうん、どうですか？あ、そうですね、本当おっしゃる通りで、原型としてのそういうプロジェクトがあり、今、まあ、それの進化版でいうと貢献度をやはり定量評価、数字でお前は何ポイントだみたいなのにして、結果仮想通貨トークンがもらえるプロジェクトって結構あるんですよ。例えばその GPU の、はい、資源が余ってる人が、その余ってるリソースを欲しがってる人に貸し出して、うん、その分仮想通貨をもらうプロジェクトとか、 あと、地図の情報をどんどんアップデートするために、うん、ドライブカムを専用のやつをつけて、で車で走り回るとその情報が、まあ、そのデータセンターみたいなところで行って、すごい勢いで地図がアップデートされるっていうプロジェクトがあって、ここの売り上げから出てくるお金をその走った分で評価してもらってトークンでもらうっていうプロジェクトも、これも今世界中でちょっと流行ってるやつですね。だからかつてあったゲーミフィケーションと、そのいわゆる集合値、まあ、ウィキペディアもそうですし、クラウドワークというか、そういう力を結集するやり方のところに、この人よりこの人の方が貢献したんじゃないか、褒めてあげるべきなんじゃないかっていうのが、要は定量的、つまり数値化されて可視化されて見えるようになって、それを褒めた方がいいんじゃないかっていう
まあ、価値観になってきてるっていうことですよね。なるほど。なんか別にそれってポイントでもよくて、で、お金でもいいわけじゃないですか。そのなんか仮想通貨にするのって、なんか仮想通貨を発行し始めた、そのジェネシスと言われる最初にいっぱいがっぽり持ってる人たちが、いっぱい参加して価値が出たらボロ儲けできるんじゃねえかっていうのを持ってやってるんじゃないのっていう、なんか下心が透けて見えるんですよね。おっしゃる通りです。うん、別に お金でいいじゃないですか。そこは明確に本当にその通りですね。あの仮想通貨を使うことによって、そうなんですか。そうだと思います。うん、仮想通貨の源泉って元はブロックチェーンであり、あのビットコインなんですね。仮想通貨の歴史ってその2009年間に、ビットコインっていうもんができた。それイコール裏返し、あのブロックチェーンの仕組みができたっていうところですけど、今ひろゆきさんおっしゃった人のその欲望っていうものをうまく活用して、その全員が欲深いとしてもその改ざんできないという、まあその分散でみんなが監視し合っているっていう状態を作るっていうのが、まあブロックチェーンのロジックなので、根っこにその横島な儲けてやりたいって気持ちが渦巻く世界、それが仮想通貨の世界なんですよ。でそのエネルギーを、まあある意味あのしゃあないなというか、あの隠さずになんとかうまいことこうひねり上げられないかっていうのを、まあ、2009年から今2024年15年かけてみんないろいろやってるんですけど、ひろゆきさんが目撃してきたのは全てこの、あの金で逃げる人とかめっちゃ多いんですよ。そうですよね。そうラグプルっていうあれなんですけど、やるぞって言ったプロジェクトを やらずにあのお金だけもらって逃げる人たちとか、これむちゃくちゃ多かった。 それで NFT って言ったら今詐欺だって言われてると。そうです、うん、そうです、うん、なので、まあ、この15年まともにサービスをちゃんとローンチスタートしたり、ユーザーと向き合ったり、大きな企業とちゃんとお仕事を進めてるプロジェクトって本当にわずかなんですけど、うん、まああの15年かけてやっとやり始めた。ただそうなったとしても僕のプロジェクトも含めてやっぱり人の欲望をうまくコントロールしようっていうところは変わってないです。あのブロックチェーンの根本は、うん、その人のお金への欲望をコントロールしようっていう、コントロールというかうまく使おうってことですね。だからなんかその外から見てると本当クリプトとか NFT の方々ってあの、まあ、うさんくさいっていう見られ方もされちゃってるじゃないですか、うん、そうなった時に今もしその今提供しているサービスに仮想通貨周りが必須ではないのであれば、そこを切り離した方がむしろクリーンな会社に見えるかもしれないなと思ったんですけど。おっしゃる通りですね。それはでもそれは選ばずに、そうですね、あの仮想通貨 その欲望の勢いを使った方が会社トータルとしてはプラスであるっていう、うん、そうです。それは僕個人の判断でもなく、実は先ほどご紹介した地図のプロジェクトも、うん、あるいは、似たような話で Wi-Fi スポットをみんなが協力して作っていって大きなネットワークにして、で作った貢献度に応じてトークンもらえるっていうのをやろうとか、うんうん、いうのを、まあ、あの似たようなのはいろいろあるんですけど、そのどれもご紹介したやつで言うと GPU を共有するやつも今の Wi-Fi のやつも地図のやつも、実はまさに安野さんおっしゃった通り、あの最初は仮想通貨使ってなかったんですよ。うん、ちょうど2020年を超えたあたりからトークンを導入し始めた。実はその Wi-Fi のやつとかあの GPU のやつもあのむちゃくちゃ結構レガシーな企業で、あのここ数年ポッと出た会社じゃないんですよね。もう社歴で言うと10年ぐらいある、本当にいわゆる既存の Web2 というか普通の会社として広げてきたんですけど、2020年頃からそのトークンを使ってみようってなって、で相次いでその3つのプロジェクトはトークン導入して今広がっていってるんですけど、なんでかっていうとその仲間にできるって言うんですよ。のトークンを持った人、これはあんまりあのピンとこないかもしれないですけど、お金もらっちゃう人ってそのあくまでその受け身になんですけど、トークンで報酬もらうとそのプロジェクトのことをもっとこう経営者側というか中の人っぽく考える。なんでかっていうと、そのプロジェクトが、うん、まあだからストックオプションみたいな感じですかね。その現金収入だったら、うん、あのまあだから会社でも一緒ですよね。株みたいなもんだって。そうそう、現金で退職金もらうと辞めちゃうんですよみんな。すっきりして、うんうんうん、でもストックオプションだったら辞めないじゃないですか。 あの関係性とちょうど一緒ですね。仮想通貨でもらうと、うん、そのプロジェクトのためにもちろん売れるんですよ、うんうんうん、売ったらいいんですけど、でもちょっと待てよと、このプロジェクト
結構俺まだアーリーの参加者だし、このまま一緒に盛り上げていけば、これ上がるかもしんねえ、俺できることなんだろう、ツイッターでこのプロジェクト、広めてやろうと、すごくいいプロジェクトだぞと、みんなが巻き込まれるようにやってやろうみたいな、ここが現金で報酬もらった人と仮想通貨でもらった人とが分かれるところなんですよ。でその地図のプロジェクトや GPU のプロジェクトもみんなそのいわゆるトークンエコノミクスの、プラスの部分ですね、負の部分はもう死ぬほどあるんですけど、プラスの部分を見つけて これで一丁やってやろうっていうことに今なってるっていう。それを株式市場でやったのが僕ライブドアだと思ってるんですけど、はい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 、ライブドアっていう会社が昔ありまして、でその株式分割しまくって、その一株数百円とかにしたんですよね。で数百円だと子供の小学生のお小遣いでも買えるよね。でもそれがじゃあ株価2倍3倍になりますっていうと、あじゃあこれお小遣いでも買えるし、社長もテレビに出てるし、なんか面白そうだから買おうっていうので、最盛期22万人とかで株主行ったらしいんですよ。でやっぱりそうするとその応援する人たち増えるんですよね。なぜなら自分の金が増えるから。だからなんかじゃあその社長が何かありますとかでネットで何かありますってみんなが見に行くから、それで再生数とかそのページビューとかどんどん増えるよねみたいな。でその構造と同じようなの僕 NHK 党がやってるんじゃないかと思っていて、その金貸してるんですよね。NHK 党に金貸すと確か 5% かなんかの利回りつきますっていうのになってて、で NHK 党潰れたらもちろん返ってこないじゃないですか。なのでなんか必死で NHK 党のことを擁護する人たちってネット上に一定数いるんですけど、うん、あれは金貸してる人たちなんじゃないかなと思ってて、で要するに何が言いたいかというと、ライブドア NHK 党っていうので同じ仕組みは昔からあって、大体社会を良くしてるかっていうとむしろ悪くしてません？あ、まあちょっとそうですね、その2つの名前まあ特にライブドアさんに関しては僕はちょっと思いはないですけど、まあNHK 党さんはなんか僕の知ってる限りでもまああんまりこういい感じはしないっていうのこういうことであんまり言っていいのか分かんないですけど、うん、まあまあリハックだからいい、まあまあ全然いいとは思いますけど、はい、どうですかここからボビーさん聞いて要は語ってるのは仮想すぎて現場人としては全部追いついていけない、うん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 、追いついていけないっていう理由っていうのはビジネスの理論でいくらじゃあ先行投資先にさせる、うん、でいくら返ってくる、うんうん、じゃあ1年でいくらっていうのを定かじゃないから、俺はこの話は乗りにくいなと思ってます。ボビーさんだったら投資はしないですか、うん、投資はしたいよ、したいしたいけど、でもじゃあ利回りっていう文言一回も出てきてないから、うんうん、じゃあNFT だけ、NFT だけ配られて、ドンキホーテで使える？使えないですね。使えねえじゃねえかよ、うん。今ね、今僕のプロジェクトは、現在は最初の課金は必要ないんですよ。体で払ってほしいっていう。あ、最初からお金もらわないの？そう、あ、もらえる。もらうんじゃねえかよ。あ、違う。プレイする人はただもらえるだけで何も払わないです。あ、払わないの？そう、体で払ってもらってる。電柱を取ってもらったり、実際に動いて行ってっていうことです。動いて、もう一つ、で、いつ億万長者になるのってなるの、その人はね、でも、もう僕はその 1000% 2000% のやつ嫌なので、もうそっちの領域には行きませんと。例えば100円分の、働きをした人が、まあ、さっきで言うと1位の人が 4,5 万円もらいましたと。それを、Amazon ギフト券ではなく僕が発行する仮想通貨でもらいました。その人は、うん、まあ4、5万だから、それがその何て言いますか、その、ね、10倍100倍になるとは思わないでしょうと、まあ、多少なりとも価値が上がった時に売ってやれっていうので、まあ、プロジェクトを応援するみたいな話です。ビジネスマンとしては投資家としてはちっちゃい子供遊びに近い感じになってくるから、うんうん、いつじゃあそれで権威になるの、いつ四重塔になるのっていうのをちょっと知りたい。なんかその500円とかのレベルであれば別にじゃあそれが500円が600円になりましたとかならいいと思うんですよ。でもその持ってたものが10倍とかになりました、例えばじゃあ500円のものが5000円になりましたということは、誰かがそれを5000円で買ってるんですよね。で5000円で買った人にとってみたら、その5000円はやっぱ5万円になってもらわないと困るんですよ。要は10倍になった時点で買ったから。
で、じゃあ5万円で誰かが買いましたっていう時点に、その5万円の人が、でもこれ500円だよ、もともと。だから500円に戻るよねってなったら、大暴落で大損じゃないですか。だから結局、ババ抜きでしかないし、損失を誰かに押し付けて逃げて金儲けをするゲームじゃないですか。その仮想通貨そのものをまあ生業と目的にするとそうですよね。ただ今のロジックは例えばマイクロソフト社とかアップル社が売れる前に株を買ってた人も、はいはい、あ違います。株は違います。株は配当が出続けるので一緒にしないでください。 IPO っていうこと。はいはいはい、はい、あの株の議決権もあるし配当も出るので仮想通貨とは全く違います。これを一緒にするのは僕詐欺師だと思うのでこれやめた方がいいですよ。なるほどですね。 であればまあ、反論があるなら聞きます。今の僕のユーザーはそれぞれ人それぞれです。もちろんどう考えるかですけども、本当にあれですね、そのもらったただで働いたというかゲームに参加して陣取り合戦楽しんだのでもらえたお金で、まあ、家建てたい、そのやつだけで家建てたいとは別に思ってないとは思います。単純にそういったトークンエコノミクスの中に含まれて自分が一つ一歩こうチーム側というか経営者側のマインドセットでプロジェクトを見るっていう体験を今してるっていう感じですかね、うん、でも逆にそれを協力している人たちをもっといっぱい儲かるような仕込みできないの？できると思います。そなので今ゲームを通した課題解決っていうようなモデルを描こうとしていて、この課題解決っていうのは例えば、まあ、東京電力のやつはあくまで東京電力さんの電力インフラですけども、はい、もっと広く考えるとまあその日本 の, ほとんど全てのインフラが今老朽化していて困ってるっていうようなことがありますと。でそういったところにもちろんその一般市民ができることっていうのはたかが知れてるとはいえ自分たちも何らか貢献できるのかもしれないっていうのをゲームエンターテインメントを通して、広める。これがまず課題解決ゲームの、結構重要なところですね。まあ、これは結構その定性的というか感情的な面も含まれますけれども、東京電力さんもやっぱり電柱を点検しに行く自分たちの仕事をゲームユーザーさんに押し付けてるっていう風に見られたくもないし、まあ、そう楽しんでやってもらってるのが大事ということですね。で電柱ってやっぱ地中化しようぜっていうぐらい邪魔なもんじゃないですか。だからゲームを通したあとそのユーザーの一部から電柱ずっと見てると好きになってきたみたいな話が出てくると、うんうんうん、東京電力さんやっぱ嬉しいんですよ。これは東電さんだけじゃなくてあらゆるそのビジネスやサービス主体が今自分たちのファンコミュニティ自分たちを応援してくれる人たちを作りたいと思ってるんですけど、そういう時に、まあ、こういうアプローチっていうのはすごく価値がある。これは要はお金出してでもそういう人たちが増えてほしいっていうことですね。なので単純に、仕事をさせとるやないかいみたいなことだとそこの時給換算とかでやっぱり東京電力さんが派遣の人でも人を雇って写真撮った方がいいって話に、まあ、なっちゃうかもしれないんですけど、その楽しみながらみんながまあ、ノリノリでそういうことをやりつつインフラに対して自分ごとになるみたいな。いや今のその割と美しい話って仮想通貨なしでもできる話なんですよ。できます。で別にゲーミフィケーションで愛着を持てばいいよね、はい、でじゃあすげえ頑張った人は点数が出ましたでなんか年に1回表彰しますでも全然いいわけじゃないですか。その仮想通貨っていう持ってるだけで増えるかもっていう下心的なのがもちろんあるからそれが広まってそのプロジェクトがうまくいくっていうのも分かるんですよ。でもそのなんか麻薬的なものを一回掴んでしまうとそれ儲かるんだ儲かるんだでいつか必ずまあ下落するわけじゃないですか。で下落した時に裏切られたっていうものすごくマイナスのエネルギーが出ますよね。それ東京電力別にそのなんか仮想通貨上げてくるなんて一言も言ってないと思うんですよ、うん、でもなんか上がるって思っちゃった人たちが買い支えをした結果それは必ず起こりうるじゃないですか。永遠に右肩上がりは無理だから、うんうん、っていうそのどこかでババ抜きになって不幸な人が出るよねというモデルを山田さんやらなくていいんじゃないのって思うんですよ。だからその不幸の先延ばしをしてるだけでいつか不幸が訪れるっていう構造は僕これ否定できないと思うんですけど否定できます？そうですね。お金の力、まあここのレバレッジに夢を抱いてもらうことでプロジェクトをこう、まあ、特に初期力強くスタートさせるっていうのにすがりたいっていうのがやっぱりあるっていうのは本当に真実なところですね。つまりひろゆきさんがご指摘するリスクをはらんでるんですか必ず。
ただそれと比べてもなおあのいろんな人たちの興味関心を引いてあのこのプロジェクトに、まあ、そのエネルギーを与えたい動き出しを、うん、いやなんかそこ分かるんですよ。だから、ね、山田さんがその今だと多分仮想通貨じゃなくても人集められると思うんですよ。もういろんなプロジェクトの成功例もあるし、もちろん山田さんも知ってる人もいるから、だからもう仮想通貨使わなくていいんじゃないのっていう、その何にもない人が何かやりたいんだったら仮想通貨で樹木を集めて何とかする、まあ、それはもう手段が他にないよね、仕方ないよねなんですけど、やっぱりなんか将来誰かが泣くっていうのが分かったモデルを突き進めるは、僕山田さんにとってデメリットだと思うんですよ。それ使わなくてもいい人だからもう。あとはまあ、そうですね、スケールが出るかもっていう、まだ僕のそのスケベ心かもしれないですね。そこはやっぱりまだあるんですよ。今この業界ですごい流行ってるのはあのテレグラムっていうメッセンジャーアプリ内のゲーム、はい、これがあのここ半年ぐらいで成功例が次々に出ていて、どれぐらいのあれかというと、いわゆるクリックゲーム、タップするだけの、まあ、ゲーム性がほぼないゲームで、ハムスターコンバットっていうやつとかは、3ヶ月で2億人のアクティブユーザーを集めたと。で、これは完全無料なんですよ。ユーザーはあの主にロシアとかインドの人がメインとなって、もうとんでもないアクティブユーザーが3ヶ月で集まって、で、まあ、ゲーム業界マーケティング業界震撼してるんですけど、あの本当にタップしてなんかこうポイントみたいなのが溜まっていくんですけど、はいはいはい、あの本当にこれはもうや闇と欲望の極みです。そのポイントが、ゲームポイントが近い将来仮想通貨に変わるっていうのを、みんなそれをこう、そういう説明を受けているし、それを信じてるんですよ。あ、じゃあまだ今それで儲けてる人はいなくて、ただのゲーム内ポイントなんだけど変わるかもしれないよっていう情報だけが流れていて、3億人くらいやってると。そう、2億人くらいやってる。3ヶ月で作ったっていう。で、あのこれは僕全然肯定してないです。つまりあのそうですよ、ね、中身のないもので、それがもしね仮想通貨にじゃあなりました、売れますってなったら、じゃあどうするかって言ったら2億人が全員一気に売るはずで、そうするとドーンってなるはずで、はいはい、でこれは一体何が起きたのか、非常になんていうんですか、こう人の汚れた欲望だけを目撃するこう劇場が繰り広げられたような風にも見えるんですけど、わかります、わかります。それの1個先行したあのプロジェクトはすでにトークン発行してるんですけど、1ヶ月ぐらいの間かな、まだ維持してるんですよ、なぜか。だから、まあ、社会実験ですね。 なんでなあのお金の力でそうやって人がある意味ちょっと想像を絶するぐらいの人が動くっていうのが、まあ、一つ社会実験として今リアルタイムで起きているっていうことで、もう一つ僕バックグラウンドで言うと、あのやっぱりエンターテインメント業界の人間として、あの綺麗事の先にマーケットがどんどん縮んでいっている様子をなんとなくこうリアルタイムで見てきた。これは何なのかというと、インターネットの発達によって自分の好きなもの、ボビーさんが見て楽しかったものをもう一回リターゲットで紹介されるじゃないですか、はい、うん、そうするとボビーさんはそれがいわゆる電子書籍だろうが、あの TikTok 的な動画だろうが、ボビーさんが好きなやつがどんどんこう重なっていくんですよね。そうそう、でいわゆるこうクラスター化していく、その自分の殻みたいなのが出来上がって、エコーチェンバーみたいな、ね、エコーチェンバーで、あのこれってエンターテインメント業界からすると結構きつい話だなとずっと思っていて、あの古き良きテレビってお茶の間って概念があって、そのみんなが知ってる大ヒットみたいなのがあったじゃないですか、うん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 、で実際今そのエコーチェンバーが進むと、そのほんの仲良しなのに隣の人が大好きなものを全く知らないみたいなことが起きる、うんうんうん、これってなんかそのすごくこう分割されて細分化されてしまった消費行動みたいな感じで、あのエンターテインメント、純粋なエンターテインメントだけで言ってもなんか結構いい形じゃないよなと。で、まあ、もっと言うと、その例えばゲームだけに考えても、あの遊戯王みたいなカードバトルゲーム、あとトレーディングカードゲーム作ろうと思ったら、うん、どういう行動が正しいかっていうと、うん、競合他社のそのお客のリストを手に入れて、うん、その人たちを寝返らせるんですよね、うん、つまりカードゲーム好きな人の中でもう一回こう取り合いが起きるんですよ、はいはい、なので
これが単純にモデルとして続くとどんどんなんというかこう、うんうんうん、シュリンクしていく未来みたい な, な, なんかあのお茶の間がなくなってしまったっていうのは分かりつつ、そういったその NFT とか仮想通貨の力を使えばお茶の間的な動きっていうのができるっていうことですか。可能性があるっていうのは2年前にあのアクシーインフィニティっていうまたお金を大配りゲームがあったんですけど、それがフィリピンで流行った時にあの一つの家庭、うん、世代を超えた家庭、さらにそれだけじゃなく村ごとそれをプレイしてるってことがあって、まあフィリピンの方ってちょっとでもお得なことがあったら本当に知り合いに広めまくるっていうのがこう国民性らしいので余計そうなったみたいなんですけど、つまり例えばその皆さんにその兄弟がいらっしゃるか知らないですけど、仲のいい兄弟に自分の好きなコンテンツ進めたりそんなしないじゃないですか。でもそのお金っていう言い訳があるとこれちょっと儲かるらしいよっつってこう進められる。でそうすることによって、まあ、その最後までお金で言ったら結局何残っちゃって話なんですけど、うん、あのコンテンツってやっぱりその偶然の出会いみたいなの結構必要で、あのこれが好きなんだっていう中で回転していくとやっぱちっちゃくなる。僕で言うとその昔チャンネル権争いみたいなのをおじいちゃんとかとしてる時はやっぱり暴れん坊将軍とか水戸黄門見させられちゃうんですよね。で見たくないけどでもずっと見てるうちにちょっとこう好きになるってことはあるんですよ。でだから TikTok の大成功にその要は趣味思考と関係ないいわゆるセレンディピティって言われる要素を入れるっていうので、まあ、大成功したって言って、数年前ですけどもあの Facebook の方々が、Instagram かの方にそのセレンディピティ的な要素を入れないとダメだみたいな議論されてるのを横で聞いてたことがあったんですけど、なんかまあコンテンツ業界エンターテインメント業界のその、エコチェンバーを破ってそのコンテンツにあの広がりを持たせることができるっていうことですね。ためにお金を横串として使うっていうのは一つ戦略的にはありなんじゃないかっていうのは、やっぱり人間って弱いものでクリッカーゲームがさっきのやつ死ぬほど楽しいよくできてるっていう人も結構出てきてるんですよ。落ち着けと、そんなわけねえじゃねえかって僕は思うんですけど、やっぱりサンクコストもそうですけど自分がやってるもんって正当化して好きだってい う, こう暗示が入ってくるんで、なるほどなるほど、だから次のヒットを強引に作るのにそういったあのお金への欲望を使うっていう戦略は一つ現実としては存在するなとは思っているんですよ。ボビーさんどうですか今の話聞いて。でいくら儲かるだから今でいくら儲けさせてくれる、ずっと説明してるけど赤いんだよ俺は。で電柱を2週間、いくらだから2週間も毎日結構頑張って取ってもらって、はい、あのゲーム内で1位とかなったら5万円とか2週間で取れます。月10万円稼げるんだ。あの、まあ、1位になる人少ないですけどね、まあ、でも少ないの。いやそれはそうですよ。でも5万円少ないな、うん、俺思ってるのはじゃあ逆にその5万円を持ってたらいつか10万になるの、50万になるのっていう可能性はあるの。これはだからあのひろゆきさんがやめた方がいいって言ってる僕の仮想通貨の方をボビーさんが握りしめて、もしそのプロジェクトにお金が入ってきて上がる可能性はありますよね。ただまあひろゆきさんがおっしゃるババ抜き構造になってるっていうのはもう変わってます。でもこれはあくまでも本当にあのオタク系の向きの勝負になってくると思うんですよ。あの投資家としてはそれを当てにして長くやっていくのは、うん、難しいだろう。好き、いいアイディアよ。アイディアとして買うけど、でも投資の中心として持っていくのはどうなんかな。うん、儲けるためだけにやるとするとちょっと違うかもねっていうことですよね。そうそうそう、うん。俺は早く、うん、あの投資家に返せるような方法を身についてほしいなと思ってて、うん。投資家がだからどれかにもよるんですね。僕は株式でも調達してると株式調達メインなので、うんうんまあ、株式調達メインなの。そうです。だからか 株主さんに、まあ、ちゃんと最終的には。じゃあ誰か投資してもらってるのすでにいるわけ。あ、そうです。テレビ東京も投資して、テレビ東京も投資してますね。はい、なるほど。じゃあこれ当たるんじゃね3億円3億円山田さんの会社の資産にはその山田さんの会社が発行してる仮想通貨も
資産として持ってるわけですよね。なんかそうですね、僕シンガポール法人なんですけど、会計上そうなります。いわゆる僕らが持ってるやつもシンガポールドルに換算して、まあ期末で、はい、っていう形。そうすると、じゃあ仮想通貨がじゃあなんか3倍とかになりましたってなると、うん、山田さんの会社が時価総額3倍になってボロ儲けと。そうですね、はい、あれ3億円もらった終わりにはポケットが全然使われない。何も入ってない。ポケット柄なんだけど、どうなってるの。いやいや、僕自身は全然もうね、リッチに慣れてないです、まだ。3億円何に使った。まあゲームとか、そのブロックチェーンの仕組み作るのってもうすごいお金かかるので。飲みた、飲みにも行きますけれども。そういうのが夢があるよ。見方変わるな。3億円もらったら後で話し合おう。仮想通貨の資産になっちゃってるから、仮想通貨やめますっていうのは山田さんはもう言えなくなっちゃってると思うんですよ。そうです、そうです、そうなんですね。会社畳んだ方がすげえ綺麗になるんじゃないかなと思って。そうおっしゃる投資家の方も本当にいらっしゃいます。それを選択肢としてはあると。理論上はありますが、現実として僕は無理ですね。要は、そうなんですね、もうあの株もそうですし、いわば今トークンを僕の持ってくださってる方々は、いわばさっきのひろゆきさん言った小口株主ですから、裏切れないですよね。なのでもうこれやりきって無理かもしれないですけど、どこまでも上げていくしかないっていう。なんか一個素朴な疑問として思うのは、その会社って、山田さんの会社ってトークンホルダーの方に対するこう責務と、その投資してくれた株式会社に投資してくれた方の責務があると思って、すごい、どっちの方を向くのか最終あると思うんですけど、ここってどうやって整理されてるんですか。ここはちょっと表には出さないですけど、その表には僕出ますけど、株主さん、はい、株主さんや、あ、株主さんには説明してるのか、はい、株主さん、まあ、要は僕たちの会社が社会に対して生み出している価値、まあ、要は売上利益の、これだけ分が株に行きます、これだけ分はトークンに行きますという説明をしています。それも決めてるんですね。どれくらいを還元するか。 うん、そこはね、ただもっと他のプロジェクトはバキッとやってるのは世界中に結構いっぱいありまして、最近株の代わりにいわゆるデジタルトークン、セキュリティートークンで調達するってプロジェクトも増えてきてるんですね。これはアメリカ市場でも日本でも結構今仕組み作りが出来上がってきていて、まさにセキュリティートークンっていうデジタルのトークンで調達する会社は、まさに自社のサービスの売上利益の、トラックの、なんだっけな、トラックの、ウーバーみたいな会社、はい、ここの売上の、確か7割8割をそのトークンホルダーに、これはいわゆる有価証券としてしっかりルール守られてるやつなんで、配当としてずっと返し続けると。その代わり株はもう出してなくて、株式会社なんですけど株は出してなくて、上場予定もありませんと。なのでそこは はっきりしてるじゃないですか。ただ僕らはちょっといろいろチャレンジしてしまったので、いわゆるトークンもあるし株もあるって状態になってるんで、ちょっとややこしい、ちょっとややこしいけど、まあ、整理は一応かけている。そうです、そうです、はい、はい、というわけで、長い時間になってます。ありがとうございます、はい、最後、一言ずつ感想を言って締めればと思います。じゃあボビーさん、ひろゆきさん、山田さんの順番でお願いします。じゃあボビーさん、今日の感想いかがでしたか。聞いて最後のところだけちょっと気になってた。3億取ったんだっていう。あとはアプリとしてあるの。そうですね、僕らプラットフォームなので、いろんなアプリ、まあウェブゲームもありますけど、いろんなタイトルを出していくっていう形です。はい、早めにみんなしてもらった方がいいんじゃないかなと思いますんで。、はい、俺もアプリダウンロードします。よろしくお願いします。はい、じゃあひろゆきさんお願いします。 Web3 系のビジネスって、その 1% ぐらいは当たると思うんですけど、 99% ってアプリがないけど結果としてやっぱりうまくいかないよねっていう。その夢をすごい見せるっていうのがあって、だからそのある程度その何もないからもう Web3 を使ってなんとか集めるんだっていう、その無名な時代の人がやるのは分かるんですけど、うんうんうん、そうじゃない人はやっぱ早めに卒業した方がいいんじゃないかなっていうのを、ちょっと気持ちを新たにしちゃった感じですね。うん、その聞いてる限り別に Web3 の仕組み使わなくても既存の社会のシステムできるじゃんっていうのがほとんどだったので、結果としてやっぱり、うん、既存のシステムとか既存の社会の中でできない人がそういうなんか絵面事を書くっていう、騙される人が多いパターンの方がまだまだ多いのかなと思ったんですけど、うん、安藤さんいかがですか。
私ですか。私もそうですね。まあ、今のお話聞いてると、そもそもその電柱のね点検っていうのをゲーミフィケーションの力で良くするっていうのは、これ私も選挙期間中にポスターでやった話ともう完全に似ていて、すごい共感できる部分はありつつ、果たして本当に仮想通貨の部分がいるのかなっていうところは、ひろゆきさんおっしゃる通りだなと思いました、ね。いやいやいや、君たち夢を壊すな。いや、あくまでも男はロマン見てってもいいと思うんだ。私たちは一つの財産気づかなかったのはあったんだけど、仮想通貨誰ここまで来ると思った？ビットコインとかね、もうすごい価格ですよね。一人もいないの、こんな投資やってて、やってたよ。ビットコインは本当に50円の時から持ってた。へー、すごい。でも2倍になった時に早く売らないと2倍もなったんだぞって喜んでた僕、バカが、僕がいた2倍で売っちゃったんですね。だから今何当たるか誰もわからないよ。うんうん、夢を語ってくれる人はそのまま持ってた友達もいたんですよ。バカじゃないのと思ってたぐらい、今何持ってた、それが今すごい億万長者。確かに、やっぱ誰も見てない未来を見てた人だけが最後勝つってのありますもんね。そう、だから信じてる人は信じれば、信じない人は信じなくても結構ですっていう結果に締めときませんか。めちゃめちゃいい締め方。すごい、本当に厳しいない、厳しいないっていう締め方。すっかり MC もね。いや、素晴らしいです。どう？さすがもう。いや、でも本当にこれは今は今まで投資の理論で語れないものが当たってるから、うんうんうん、何当たるかわからない。そうですよね。うんうん。だから本営も半分影でやりながらしていきたいなと思ってやります。いや、ありがとうございます。いや、でも本当にひろゆきさん、安野さん見てこられたこの仮想通貨の世界はもろもろご指摘の通りのもので、僕も全然異論ないところですと。一つだから僕がちょっと信じてるのは、そうやってトークンを握りしめた人っていうのが、まあ社会のいろんなレイヤーに存在する、これまで株を買おうなんて思わない、自分が社会を動かす側になるなんて夢にも思わないみたいな人たちがトークンを握ることによって、要はずっと受け身で、まあ、ある意味言い方悪いですけど文句ばっかり言って、誰かのためにこの世界が悪いんだみたいな、そうではなくて、トークンを持ったことによって俺が何かできるかもしれないっていうちょっとずつのマインドセットが変わって、それをきっかけにしてなんかこう、まあ、幸福度とか人生の姿勢みたいなところですかね、そういうのが変わっていくっていう世界が作れるんじゃないかっていうのはまだ信じてる。ただまだ誰もできてないので、できるか分かりませんよねって言われると、おっしゃる通りですっていう、真面目だなです。はい、はい、ありがとうございます。本日は山田光三さんにお話をお聞きしました。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、もうこんな豪華な方々に。Thank you.